平成27年度の年金額について公表がされましたけれども、年金受給世代のですね、経営者の方にとっては、在職老齢年金の計算のですね、支給停止額の計算に用いる46万円という数字が、平成27年度は47万円になるということも一つ情報としてはですね、重要だと思います。60歳代前半の、在職老齢年金で出てくる28万円という数字はですね、そのままなんですけれども、46万円という数字、これは60歳代前半の方の計算式にも出てきますし、65歳以降のね、在職老齢年金の計算式にも出てきますけれども、これら両方46万円が47万円に変わるということです。